はい、どうもハリチです。今回もですねスワー&ソーサリーやっていきたいと思います。さあ前回ですねこの戦場のボスビッグボーイに大体敗北をしまして、ちょっと戦力をね鍛えてきたんですよ。って言っても一発では知らなかったんで、ある程度ね強くしたくらいですけど、まずパーティー、今回ね女性パーティーで行ってみようかなと思います。まあレベルも上げたんで、であとそうですね素材とかについてコメントで教えてもらったんですけど、誰がいいかな、なんか高いやつがいいな。 24% 高いやつでいきますけど、このパーセントで素材が増えるんですよね。あ、この子でいいか。で、こう1個から、まあ、1個か、ちょっと待って、繰り返そう。一応半分とはいえそこまで高くないみたいですけど、でこれ物によって変わるみたいですけど、まあ、半分くらいの確率で、あれ、低いな。増えるらしいんですけど、こうね、こうやってくるわけですけど、こう複数個にした場合はね、どうやら増えないみたいなんですよね。ちょっとやってた感じ増えたりもするんで、それをまずね確認しようかなと。3なんで6か9になるか3になるかですね。なんで多めに多い量を作って倍かけた方が効率はいいんですけど、そこの可能性ですよね。もしくはやってみるか。めっちゃ集めてきたんで、だ10なら20、30の倍率になるんですけど、なんかめったに出ないか、まあ、出ないらしいんですよね。ものによってまあそのパーセントもちょっと変わるみたいなんで、まあ、この素材からねこうやって6個とかになるんで、この数をうまくやった方が、まあ、そのダンジョンに潜る回数も少なく済むんじゃないかなというね情報をいただきましたね。あと仲間なんですけど、まあ、基本的になんか固定で出るみたいで、多分1、2と3、4、5、6のどっちかとかが多分固定なんじゃないかなと思うんですけど、星ノエルとか完全に被ったんで、まあ、ロザリンモノも一応かぶってるんですけど、基本なんかぶりでキャラ出るみたいですね。ある程度固定されてる感じかな。か今後のキャラがどういう特化持ってるのか気になりますけど、基本そういう感じみたいですね。で、まずね、ちょっと戦力なんですが、星くん、HP212 で武器、フロストアックスをね、イベントでゲットしたんで、それをね、持ってます。ダメージ41で自然ダメージ29、火炎ダメージ12、氷結ダメージ12っていうね、まあ、ほぼ全ての属性を持ったねキャラになりました。器用貧乏です。で体力なんですけど、モナちゃんが超えちゃいましたね。モナちゃんあのレベル上がるとスタミナ上がるんで、どんどん HP が上がっていって、前衛としては星くんを圧倒的に上回ってしまったんで、今回星くんは待機です。でノエルなんですけど、10ゲットしたんですよね。あ、でも弱いですね。売ります。まあ、たまに起きるイベントとか、こういうクリアの時の、今ないかな、なんかランダムのやつでいい武器とか手に入るんで、そういうのをつけてるんですよね。で、ロザリンが今ね、圧倒的エースです。まあ、攻撃力だけなら星くんは高いんですけど、モナ、ロザリンか、ロザリンね、パワー250。で属性はこんな感じなんですけど、この帽子によってパーティーメンバーに60の氷結ダメージ与えるんで、火力アップにはこのロザリンが必須であると。でポーションなんかゲットしたんで、大ポーションをモナにつけてでいきたいと思います。レベルも上げていきますね。で残りの1305でロザリンの相手のボスビッグボーイ炎なんですよね。耐性上げるべく知力を上げて、で残りのでスタミナ上げて HP を少しで曲げて、さあ今回女性の活躍ですね。あ、ちょっと待ってね、やりすぎましたね。なんか売ります。作ってでレシピもね結構手に入ったので、それをまた使ってやっていきたいね。今強化できるもので2人とも強くしたんで、2バフですね。 HP 上げてるんで耐えると思うんですよね。でこの魔力マナを貯めてきたので、これアンロックして100までにしたんで、ビッグボーイ前に全回復していきたいと思います。いきます。前見たムービーですね。繰り返しあるんだ。ほらもう70ダメージがこのロザリンの帽子によるもんですね。一緒ですね。90-90なんで、パーティー全員に氷結ダメージが付与されていると。 HP400最悪このヒーリング魔法でマックスにして、ビッグボーイ
倒せればいいかな。耐性なんだけど20と131ですね。131か。 39% カットと 9% カット、これは差が大きいな。でビッグボーイのはね、炎ダメージ200くらいかな、180とかだったんで、うまくカットすればいいね。で物理と炎なんでね、今回の場合ロザリンの方が耐えそうですね。来た来た来た、ビッグボーイ、できる限り回復しよう。まあ一回だけとりあえずして、ボス戦になったら多分もうすり暇ないと思うんで。待って待って、あーまずい、できてないできてない。ビッグボーイですね。回復しろ回復しろ、よし、あいける、全然いけるぞ。あれあれあれ、めちゃくちゃ弱いんだけど、ビッグボーイ。女性、あ、モテないもんね。モテないっていうことで、女性の前に来てね、膝を屈したわけですよ。案外いけちゃったな。英雄たちに闇の遺跡と戦場へ向かえとの、これはクリア後のやつよ。勝利だ。国王の兵たちが陛下の曽祖父の着衣を見つけることが叶わなかった。叶わなかった。しかし貴殿の信子は王国の歴史書に記され語り継がれることとなるだろうと。星ノイルは負けてロザリン・モラが勝ったっていうね、歴史が刻まれたわけですね。いけるかな、ちょっとまた繰り返しボスいけるんで、ちょっと復讐生かしてあげたいね。これ一緒だね。次は知識のドクロ。ビッグボーイはね、バックグラウンドストーリーあったんですけど、次行くやつはなんか分かんないね、何も情報ないですね。1200か。ノイルとか正直レベル上げないともう使えないんでね、どうしようかな。まあその次の行ったらいいやろ。とりあえず今はロザリンをエースにしようかなと画策してるんで、クイッコも幅が上がってきたんでね、上げづらくなってきたね。ちなみにパーセントは溜まってるんで行きましょう。まず教会で装甲強化かな、体力高いよねもともとね。よし、装甲強化にしよう。ちょっとバフかけていくと、よし行きましょう。知識のドクロ、かつては強力な狩猟術師として名を馳せ、死後には巨大な超知生体に生まれ変わったのだと言われている。下がどっか行ってしまったようだが、こっから知らないんですね。なるほど、まあ浮く分にはね、いらないんでしょうね。 The dark ruins are a very dangerous place. Naturally, the wise old man couldn't let our heroes go without any instruction. よいいいよ。よう。どういいよ。いいよ。いいよ。A skull that knows everything but doesn't whisper a word of it to anyone. Well, have you seen many talking skulls in your life? さあ行きましょう。いやー強いね。291、240いいですね。お金か。まあ少ないね。あ、ちょっと魔法を貯めてこればよかったか。貯めてこよう。3回ね。さっきと違ってちょっと HP 少ないんで、大丈夫かな。まあ火力で押し切ろう。耐性はちなみにこんだけあるんで。あ、やっぱそうか。元の差があるから、モナは HP 上げた方が効率いいね。
もともと耐性高い子あげないと意味ないか。さあいないっすね。あのねえビッグボーイの場合ね、梅干しみたいなやついたけど、やばいな。ちょっと回復しよう回復しよう。事前にやらないとね、厄介なんで。いけるかな。一発で死ぬ可能性あるよね。150ちょっと怖いな。ダンブスタッチっていうのかな、ダンブスラッチ。あ、いけるいけるいける、全然いける。強っ。動くこともなかったですね。新しい場所とギルド解放。Meanwhile, the royal advisor was sulking over yet another failure. Why are villains always so unlucky? When is evil going to win for a change? But that would be wrong. What about morality? Heh, look at me! I'm totally immoral. And so what? I'm doing great! No. I don't know. There's rules, you know. Oh, please, please, please! Stop! Enough! Okay, I'll think about it. 大臣かわいそうですね。次の敵は分かんなかったね。2個目の戦場とか行くときは敵見てたけど。パーティーメンバーが増える。来たね。ここだよね。3人の戦友、目は4個よりも6個の方が多くを見せることができると。この原則は君のキャラたちにも有効だ。あ、3人のパーティー、そういうことか。ここね、ここ。うわ、これ大事ですね。ちょっと行ってみようか、次のとこで。前回今回でちょっと戦力が変わりすぎてる部分なんですけど、武器はね変えてないんですよ別に。てかモナに関して言うと何も変えてなくて、レベルがちょっと上がったぐらいですね。レベル上げたというか、もともと星くんよりスタミナが伸びやすい分、前衛のね盾役としてはモナが適していたと。でロザリンだけちょっと変わってますね。このローバーも前回からつけてるんですけど、帽子が増えてたんでつけた。これが大きかったですね。で、まあ、作るのなんですけど、これはよく言ってた戦場で手に入る古代のプレートを使ってただけなんで、割とね簡単にできたんですよ。なんでちょっとある程度素材集めも動画でやっていこうかなと思いますね。ちょっと作るだけで戦力がめっちゃ変わっちゃうんで、なんかそこのカットがね相当大きいカットなんじゃないかなって思っちゃうので、ある程度ちょっと見ていくか。温泉地で、あ、これなんか妖怪っぽくない？和風沼地へ地下都市、いいね。ファンタジーファンタジー日本。これいこう。これレベルすごくない？24から50って10と11っすよ。よっしゃ、バフかけよう。マナーは体力、ロザリンは走行。もっとバフ欲しいね。まあ一回ちょっと様子見しますか。一回ずつ行きたいね。同時に行く？これ買って同時にいけるんで。強すぎないか。ああやられた。持ち帰るものもない。
帰ろう。ああ負けましたね。これはキリン。遥か昔の時代、人々はこの謎多き生物を崇拝の対象としていた。174物理ダメージ、174火炎ダメージ、えげつな。一体一体の火力がボス並みになりましたね、前回の。お、これは妖怪じゃない、カラカサ。この恐れる悪魔は、怒れる悪魔は見た目こそ傘だが雨をしのぐのには使えそうにないと。面白いですね。行ってさあ、無理無理無理、素材集めて帰ろうかなと思ったけど無理ですね。鍛えてから行かないと。いやーっとあ、本当だ、タッカダメージ。ちょっと待って帰ろう。危な、カエデ材の一体12。ノイルノイル、ここは唐揚げないといけないよね。うわ、12いるのか、厳しいね。え、どうしよっかな。ここまあコメントで聞いてたんですよね、めちゃくちゃ難しくなるっていうのは。えげつないですね、変化が。ノイルあげようか。でこのお金なんですけど、ファッションのでやってもいいんだけど、こういうの作ればね、このレア度ちょっと高い作れば比較的簡単に集まるので、ちょっと作ろうか。マスケット作ろうかな。30から60、今の武器が43なんで作った方がいいかもね。いやー今のはやばいね、いけないよね簡単には。次回で無理ですよね。まあ、ちょっと鍛えますけど、まず今回お金最後に稼ごうかなと。あと魔法ね。でロザリン装備できたらしようかな。あーダメですね、ダメージがちょっと増えるか。追加ダメージこの60の方が味方も強くなるんで、これから3人でいけるって考えると大きいね。よっぽどいいのじゃない限りつけないかな。お、青じゃん。でも上がんないですね。でこれ1000超えるんですよ1個ね。なんでここでやって次の仲間どうしよっかな。今いらないんで次33になればあと2人いるんで、そこで増やそうかな。直ちにはいらないですね。ちょ、極力今回女の子を強化しようか、そっちの方面に行こう。火力的にそうっすよね、ローザリンがやっぱ一番強いんでね、レベル的に欲しいですけど、この2人を集中的に上げよう。アーマーなんでモナちゃん力とスタミナを上げて、でしばらくはねまだ潜れないんで、ここをね行く感じかな。こうやってでポーション変えときます、もったいないので。敗北者、あ間違えた思い切り間違えましたね。つかあそこ行くとあんな一瞬出られるんだ、秒でしたね。ここであればもう一発ですよ。こうやってレシピ集めていこうかな。両方やっぱ火力高いんでいいっすね。231と264、こっち236と179。ノエルが特に強いね。まず3人パーティー組めるように頑張ろう。3人なら火力上がるんでどうにかならないかな。あと繰り返し行ってね勝てるんで、それで集めた素材使って金になるねものを作っていると。でここで手に、こっちか、こっちで手に入る古代のプレートがねめちゃくちゃ貴重なんで、戦場に限ってずっと潜った方がいいですね。お、
旅魔術師の帽子だ。星ノイルじゃない、星くんとモナちゃんの防具変えてあげたいな。もっと防御力特化にしようかな。これから後衛増えるんで、前衛の子はもっと防御力に振っていった方がいいかな。いや、いいね、いいね。集まりますね。よっしゃ、とりあえずここにしましょうか、今回ね。まず3人組めるように行くか。レベルがちょっとね、どうしようもないよね、ヨリック。村の近くにある墓場で墓荒らしを捕まえたらどうすべきでしょうかと。引っ叩く。なんもないね。あとはすげえ疲れてんじゃん。防御力上げるっていうと、グループが上がる、このグループの防御力上げる集団走行とかをつけていこうかな。スタミナ、あ、これもないかもね。攻撃力今上げてますけど、勝った。はい、休んで。あ、両方ね。はい、とりあえず防御だね。ちょっとやろう、最後に。作れるかな、これ。インゴット、あー、どうだろう。増える可能性も若干あるけど、1個ね、これですね。で、ここで古代のプレートまた使うんで、貴重品だね、本当にね。お、2個、1個か。あと1個ね。で、ここで使って、ここでまた使うんで、古代のプレート相当使ってますね。お、33いいね。まあ、作っとくか、ある分。第5 20、まあこれ幅狭いんで、ある程度のいい防具が作れるかなと。相当防御力上がると思いますね。よし、来い。どう、 58% 上がるね。 HP329 から425、防御力も130上がってますね。耐えてもらおう。モナちゃんもちょっとお金惜しまない、この子に。この子大事。スタミナ上げれば体力、防御力上がるんで。今やると特殊武器のダメージ量が100倍になるんで。特殊武器って何なんだろう、本当に。これハンマーは、このハンマー作ってみたいな。特殊武器ね、そのオーブかな。これ必要なパラメータがスタミナだったんですよね。だ、これがそれなのかな。必要パラメータがスタミナの武器をつければいいんだよね。体力、スタミナか、うん。お、いいじゃん。あ、関係ない。やっぱ知力もいるか。やっぱ特殊武器が分かんないな。とりあえず打っとこう。とりあえず今回ここまでにします。次回は、まあ女性中心になりましたけど、まあこのままちょっと素材集めとかせずに、普通にちょっと行って、勝てるところまで行きたいですね。あそこのランク帯でね。まずレベルもいると思いますけど、ギリギリでもいいんで、勝てるようになります。